こんにちは、セイラです。皆さんは日本の水道水が世界でもトップクラスの安全性の高さなのはご存知でしょうか。実はあまり知られていないことなのですが、蛇口から出てきた水を直接安全に飲むことができる国は意外と少ないのです。 WHO の基準に達した水道水が飲める国は日本を含めてスウェーデン、アイスランド、アイルランド、ドイツなど15カ国しかありません。日本の上水道の起源は江戸時代で、江戸時代より前の時代は川の水や井戸の水を汲んで使用していました。しかし水質の問題や江戸の人口急増に伴い、現代の水道の基礎となる水道施設が作られたのです。江戸時代の水道施設は上水と呼ばれ、河川や地層から溝または管で飲料水が引かれていました。これらの設備は城下町を中心に整備され、明治末期まで使用されていました。近代的な水道は1887年に横浜で初めて整備され、その後に函館や長崎など港湾都市を中心に次々と水道が整備されていきました。港湾都市を中心に次々と水道が整備されたのは、海外から持ち込まれるコレラなどの伝染病が蔓延するのを防ぐことを目的としていたためです。その後1958年には給水人口約3700万人、普及率約 41% でしたが、高度経済成長期に飛躍的に拡張し、現在では給水人口1億2462万人、普及率も 97.5% となっています。日本の水道は世界的に見ても普及率が高いですが、水質の良さや漏水率の低さなども非常に完成度の高いものとなっています。このように日本ではどこでも水道水を安全に飲むことができますが、世界にはまだまだ安全に水を飲むことができない国が多くあります。特に発展途上国では河川や池の水を飲料水や料理に使い、亡くなる乳幼児も多いのです。その問題を解決できる、納豆の粘り成分からヒントを得た日本が生み出した水質浄化技術があります。今回は日本が世界に誇る水質浄化剤技術を紹介します。日本が生み出した水質浄化技術。納豆菌は主に日本の稲わらに生息する枯草菌の一種で、納豆菌の発酵によって作られる納豆は整腸作用をはじめ優れた健康効果があることが分かっています。納豆の歴史は古く、平安時代の文献にその存在が登場し、起源は弥生時代にまで遡ると言われており、日本人にとって非常に馴染み深い発酵食品といえます。近年はこの納豆菌を環境浄化に利用する研究も進められていますが、納豆特有の粘り成分に着目し、日本が世界に誇る水質浄化剤技術を独自に開発した会社が大阪にあります。日本ポリグル株式会社は、納豆の粘りの成分を配合した水質浄化剤で世界各国の人々にきれいで安全な飲用水を提供しています。創業者の小田兼俊会長は、1995年の阪神・淡路大震災で自身も大阪で被災して飲み水に困った経験から研究が始まりました。小田会長が目をつけた納豆の粘り成分であるポリグルタミン酸は高い保水性があり、化粧品の原料などにも使われている成分です。ポリグルタミン酸の浄化作用によって水の浄化に成功したのですが、当時この成分は高価であったため、今度は納豆菌の開発と研究を始めました。納豆菌の開発と研究には3年を要しましたが、開発に成功し、水質浄化剤の生産を開始しました。そして小田会長が開発した水質浄化剤は EGα21CA と名付けられ、ポリグルタミン酸を主な原料とし、カルシウム化合物を配合した環境や人体に無害な水質浄化剤が誕生しました。 PGα21CA の特徴。 PGα21CA の大きな特徴は、
環境や人体に無害な水質浄化剤ということです。もともと納豆の粘り成分なので無害で安全性が高く、成分改正もあるので環境に負担はかかりません。実際に濁った水が入ったグラスに一さじ入れてかき混ぜると、すぐに汚れが凝固沈殿し、きれいな水が残ります。グラスの中では水に含まれる汚れや重金属類などの毒物を集め、フロックと呼ばれる微細粒子の集合体に変える反応が起こっているのです。これらの毒物の集合体であるフロックは沈殿するため、透明で無毒な水が完成します。この時カルシウム化合物が汚れの粒子のマイナス電荷を中和し、さらにポリグルタミン酸が汚れの粒子をくっつけてフロックを形成するのです。ちなみに雑菌類もほとんど除去され水には残りませんが、殺菌効果はないので飲み水として使うのは煮沸するか塩素を入れた方がより安全と言えるでしょう。このような作用によってきれいな水が完成します。 PGα21CA は 1g で10リットルもの水を浄化できるため、大量の汚れた水を浄化することができるのも大きな特徴です。さらに日本では水道水の浄化に使われているアルミ系凝集剤と併用することで高い浄化能力を発揮し、アルミ系凝集剤のアルミ成分をも凝集し無害化できます。 PGα21CA は環境省が定める優良試験所基準を満たす試験機関で、生態影響試験をクリアしている水質浄化剤なのです。海外進出へ。小田会長が海外に目を向けるきっかけは2004年に発生したスマトラ沖地震でした。会社に在籍していたタイ人社員を通じて、タイ政府から要請で被災地に飲み水を作るため PGα21CA を無償で提供しました。その後さまざまな国へも無償で提供すると、他の水の問題に悩む発展途上国からの問い合わせが増えていったのです。小田会長は自らサンプルを持って海外を巡りながら各自で実演してみせました。そこから評判を聞きつけた他の国々からも注文が入るようになり、工場排水処理にも使われています。2007年にはバングラディシュをサイクロンが襲い、多くの被害者が出ました。それにより落下の国際ライオンズクラブから PGα21CA を100キロ提供してほしいとの要請があり、無償で送りましたが、さらに300キロを買いたいと注文が入ったのです。しかしむやみに販売すると、現地で本当に困っている貧しい人たちの手に届かない価格になるのではないかと心配し、まずは自身で現地の状況を見に行くことにしました。現地では日本人には想像できないような汚れた河川の水を飲料水や料理に使っているので、下痢が原因で死亡する乳幼児も多かったのです。小田会長は現地の人たちに安全で美味しい飲み水を届けたいが、いつまでも無償で提供していては会社の経営が厳しくなるし、何より現地の人たちが自立した生活をできなくなると考え、有償での販売を始めました。バングラディシュの平均月収は3100円ほどなので、 PGα21CA を 1g で1円程度にすれば、1円で10リットルものきれいで安全な水を飲むことができるので買ってもらえるだろうと考えたのです。その後フィリピン、インド、メキシコなどの途上国関係者からの問い合わせも増えています。小田会長の目的は単なる池や河川の浄化ではなく、深刻な水不足で苦しむ途上国の人々を救うことです。その目的のために少しでも早く彼らの要請に応えたいのですが、一度に全ての要請には応えることは難しいのが現状です。水は命の源ですが、毎日飲む水が汚染されていれば様々な感染症を媒介し、乳幼児死亡率は高止まりし、人々の平均寿命も短いままとなります。水をめぐる国際協力には古くから井戸掘り事業などがありますが、多額の資金と時間が必要なことが難点でした。その点 PGα21CA は浄化剤の使い方を習得した現地スタッフが管理し、日本から持ち込むのは浄化剤のみです。
その浄化剤も水10リットルあたり1円という安さで、きれいな水を永続的に供給するビジネスが成立するのです。ポリグルレディ、発展途上国の人たちの自立のため BGα21CA を有償で販売することを決めた小田会長でしたが、これまでタダで手に入れていた水にお金を支払うという感覚を現地の人々には理解してもらうのは難しかったのです。そのため現地の女性による実演販売を開始しました。集まった人たちの目の前で水がきれいになるのを実際に見てもらい飲んでもらいました。現地の女性による実演販売員ポリグルレディの活動が功を奏し、次第に PGα21CA は売れるようになっていきました。彼女たちポリグルレディは現地女性たちの経済的精神的な自立に大きく貢献しています。今ではミャンマーにも20人のポリグルレディが活躍しています。まとめ、BGα21CA は水の浄化装置などを使わず、水に入れるだけで美味しい水に変わる画期的な発明です。また安価に販売できて、しかも環境や人体に無害な水質浄化剤なので、世界から注文が殺到するのも納得ですね。納豆の粘り成分からヒントを得た PGα21CA は日本が世界に誇る水質浄化剤技術といえます。最後に皆さん質問です。今後日本の水資源はどのように変化していくと思いますか？皆さんのお考えをコメント欄でお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。